ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、この前行われてたブレイキングダウン12見た？見たわ。マジで盛り上がっていたわね。私も格闘家の血が騒いだわ。そんな設定あったっけ？もちろん冗談よ。でもブレイキングダウンの選手には憧れるわね。確かに、めちゃくちゃかっこいいよな。ただそんな超かっこいいブレイキングダウンを作った最高責任者の、溝口裕二さんに薄毛治療疑惑が出ているのはご存知？え、あのテンチムと付き合ってた人？全然知らなかった。昔ハゲてたの？じゃあ今回は溝口裕二さんの薄毛疑惑について紹介するわ。よろしくお願いします。このチャンネルでは育毛に関する様々な知識を紹介していくぜ。薄毛予防や実際に髪を生やした話なども公開予定なので、期待して待っててね。まず溝口裕二さんについて簡単に説明するわね。溝口裕二さんは日本を代表するめちゃくちゃ優秀な起業家よ。1000万ダウンロードを超える国内ナンバーワンダイエットヘルスケアアプリフィンク創業者であり、ブリーキングドーンを含めた4社の CEO を最高執行責任者を務めているわ。4社も、めちゃくちゃすごいな。また日経ビジネス若手社長が選ぶベスト社長に選出され、世界からも注目されている若手敏腕社長なの。交友関係も広く、本田圭佑やワンオクロックのボーカルタカなど、様々な著名人とも接点があるの。やっぱりすごい人はすごい人と繋がるんだな。また自身が CEO を務めるブレイキングダウンで選手としても出場し、2戦2勝している今最も喧嘩が強い起業家の一人でもあるわ。身長187センチあって体格もいいしね。それで溝口裕二さんが昔ハゲていたかもって噂は本当なの？じゃあ実際の証拠写真を見ていこう。まずは2014年の写真。ベンチャー投資の取材に答えている時よ。おでこの生え際は見えないけど、かなりボリュームのある髪ね。この写真を見る限り2014年時点では全然ハゲてないな。じゃあ次はフィンクの取材を受けている2017年の溝口裕二さん。ペタンとしてボリュームは感じられないけど、薄毛感はないよね。一本一本の髪は太くてしっかりしてるからね。じゃあ次はブレイキングダウンで戦った2023年の時の溝口裕二さんよ。おでこは少し広めなのかな？でもハゲているようには見えないような。その通り実は溝口裕二さんはハゲておらずある理由で薄毛治療疑惑が出たの。ある理由って？溝口裕二さんが代表を務めるバックステージで20代向けの AGA クリニック事業を2023年から開始したからよ。そうだったの？20代向けの薄毛治療クリニックなんてあるんだ。その名もエメルテクリニック、私もおすすめしているクリニックの一つだわ。なんでおすすめなの？エメルテクリニックは20代向けに作られた AGA クリニックだから、費用が相場に比べてだいぶ安いの。最大手の AGA スキンクリニックと比べてもこの通りよ。シャンプー込みでも2倍以上の差があるじゃん。なんでこんなに違うの？これはエメルテクリニックが店舗を持たないオンラインクリニックだからよ。テナント代や人件費を大幅にカットして、質のいい薬を安く提供してるの。そういう仕組みがあったのか。さらにエメルテクリニックは LINE でいつでも医師に相談できる制度があるわ。AGA 治療を始めたばかりの時は初期脱毛や副作用の不安など、心配なことが多いの。その不安をいつでも解消できるこの制度は超便利だわ。薄毛治療はメンタル治療でもあるもんね。あの溝口裕二さんが手掛けるクリニックだから、信頼性も抜群だし、薄毛に悩んでいる人はぜひ利用してみるといいわ。エメルテの詳細口コミ初回無料クーポンの使い方などは、概要欄に載せているので、気になる人は覗いてみてね。全額返金保証もあるんだね。これはマジでいいクリニックだわ。全額返金保証があればほぼノーリスクで試せるからいいよね。無料のカウンセリングも行っているから、薄毛が気になってる人は、気軽に相談してみるのもいいかもね。で、結局溝口裕二さんはハゲていたわけではなくて、薄毛治療の事業を始めたのが、誤って広まったということだね。その通りよ、噂は鵜呑みにするもんじゃないわね。今回の動画はいかがでしたか？今後も薄毛改善に関する有益情報やお得情報を発信していくので、取り扱ってほしい話題があればコメント欄にどんどん書き込んで。ではまた。